綱川達彦は、日本の声楽家、音楽教育者、合唱指揮者、福岡県生まれ、武蔵野音楽大学卒業後、同大学院を修了。福島隆史明、ルドルフォリッチ、リヒャルト・ホルム、畑中良介、畑中公与の各市に支持。これまで、東京室内歌劇場、二機会などのオペラ公演に、数多く出演してきた。 日本演奏連盟主催による、リサイタル、2機会、室内歌劇場、青の会、首都音楽の会、民音、総楽堂、清井ホール、音楽の友社、音楽工房、聖波合奏団、東京コンサーツ、日本歌曲振興派の会など、多くの団体主催の演奏会に出演している。特に、日本歌曲の演奏に定評があり、法人作曲家の、新作初演も数多く行っており、 自身のリサイタルにおいても、積極的に、新作曲を取り上げてきた。総額堂日本歌曲コンクール作曲部門においては、初回開催以来、ほぼ毎年入賞曲の初演者として、これまで二十数曲を演奏し若手作曲家の受賞に、貢献している。テレビ朝日、題名のない音楽会、NHK、FM リサイタル、NHK 第2、新しい日本の歌等に出演し、 好評を博している。第1階層学堂日本歌曲コンクール第3位、第3階層学堂日本歌曲コンクール第2位、木下保元賞を受賞。演奏活動の一方、行進及び合唱の指導にも力を入れている。2001年に、畑中良介の求めに応じて、慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団のボイストレーナーに就任。 第51回東京六大学、合唱連盟定期演奏会において、シューベルト男性合唱曲集を指揮。2012年1月の畑中の優待まで、ボイストレーナーを務める。2019年現在、東洋大学白山グリークラブ、つばめとも合唱団、宇都宮高校が勝負ボイストレーナー。麻布童洋商科を楽しむ、会識者。秋草学園短期大学。 泉短期大学非常勤講師。元、東京国際大学、豊田女子短期大学非常勤講師。音楽文化創造編集委員。二期会会員。同ドイツ歌曲研究会実行委員。同研究会駅伝コンサート実行委員。青野会会員。日本演奏連盟会員。日本歌曲振興派の会理事。ABKO 二塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団。 第126回定期演奏会パンフレットオペラ情報センター昭和音楽大学オペラ研究所2020年2月2日閲覧 ABCDEFG 第57回定期演奏会プロフィール東洋大学白山グリークラブ2020年2月2日閲覧 a b k o 二塾ワグネルソサイエティ男性合唱団 第136回定期演奏会パンフレット演奏ライブラリー6連慶応義塾ワグネルソサイエティ男性合唱団2020年2月2日閲覧ありがとうございます